今日は歌うみこさんこと演歌歌手の葉山みずきさんの、にお越しいただきました。どうもこんばんは。こんばんは、葉山みずきです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや緊張されてますか？そうですね、やっぱりドキドキします、もう全然もうフラットにね、フラットに感じで、ぜひありがとうございます。あの、まあ、先ほど言わせていただいたんですけど、歌うみこさんっていう、はい、これキャッチフレーズ、はい、これ本当にみこさんを？あ、そうなんです。はい、私は山形県の鶴岡市というところが出身なんですけれども、はい、実は18歳から24歳まで約6年間、本職のみことしてご奉仕をさせていただいておりました。あのバイトとかではなくて？ではなくて、はい、あの勤めてという形で、はい、すごいですね。18歳からもう6年間、はい、鶴見子さんの仕事を、はい、どんなことやるんですか？僕あんまり巫女さんについても詳しくないんですけど。あ、そうですね、うん、朝まず神前にご挨拶して、お掃除、境内のお掃除をしましてから、お客様をこう参拝客の方を迎え入れまして、お守りをお分けしたりとか、あとはお祭りがあればそこで舞を奉納させていただいたりしておりました。すごいね、なかなかこうなんだろう、本物元巫女さんっていう方とこうお話できる機会もないですからね、うん、姿勢もめちゃくちゃ正しいですね。あ、本当ですか？ありがとうございます。そんな、まあ、6年間巫女さんをやられてたわけじゃないですか。はい、で演歌との出会いっていうのはどんなところですか？はい、小さな頃からあの近所のおじいちゃんおばあちゃんみんながあの演歌がとっても大好きで、それでこう自分もこうなんとなくこう演歌を歌うようになりまして、それからこうどんどんこうだんだんもっと好きになってたくさん歌うようになりました。じゃあもともとその歌うことは好きだった？大好きでした。はい、そして演歌と出会って、はい、そして去年ですね、はい、オーディションでこれグランプリ、はい、日本クラウン新人オーディション、はい、そうなんです、これすごいですよね。すごくびっくりしたのが今でも印象にあって、うん、もう名前呼ばれた時は席からこうただれなくって、うん、こうしばらくもその席にいたんですけれども、うん、はい、びっくりして、うん、でも本当に良い経験をさせていただいたなと思います。これ結構グランプリというかそのオーディション自体かなりの人数の中からですもんね。たくさんあのお上手な方もいらっしゃって、ずっと聞いていたいぐらいでした。本当にもうすごく勉強になりました。その中から選ばれたということで、すごいですね。これで開運演歌歌手なんて呼ばれ方もされてるんですよね。そうなんです。巫女を捨てたっていうことからこう開運っていう風に皆さんからニックネームをつけていただきました。ってことは葉山さんの歌を聞くとこう運が開けるぞ。あ、運が、はい、もう皆さんから元気になっていただけるように一生懸命歌いたいです。これはぜひ、じゃあちょっとキラスタ的にも応援したいですよね、うん、これは。 ありがとうございます、まずですね、聴いていただく曲なんですけども、これ、はい、紅花ボジョ。あ、そうです、デビュー曲になります、ね、これ紅花っていうのが、はい、聞いたところ山形。あ、そうなんです、県のお花になっておりまして、はい、ふるさとをこうモチーフにしたのびのびとした歌を作っていただきました、はい、それではじゃあ聞いていただきたいと思います。曲紹介をお願いいたします。はい、葉山みずきのデビュー曲紅花慕情は私の出身が山形県ということで、県歌の紅花をモチーフにのびのびと歌える曲を作っていただきました。私も皆さんに心のふるさとを感じていただけるよう、一生懸命歌ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、もう少し先なんですけれども、はい、6月4日の土曜日に戸田ボートさんで、歌わせていただきます。はい、これは入場というか、あ、そうです、レースとレースの間に歌わせていただくんですけれども、一生懸命歌わせていただきたいなと思います、はい、これはぜひ皆さんね、うん、生の葉山さんをね、はい、ご覧になってほしいと思います。よろしくお願いします。そして上京してまだ3ヶ月ということで、そうなんです、まだちょっと慣れないことも多いかもしれないですが、はい、そうですね、地下鉄がまだちょっとね、ちょっと厳しいですよね、はい、あれはなかなか覚えるの難しいですからね、たくさん路線ありますね、はい、ということでまたキラスタでもぜひお待ちしてます。 ありがとうございます、はい、お願いします。よろしくお願いします。ナックファイブキラスター、この時間は演歌歌手の葉山みずきさんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。